さーて今夜はもうほんと半月ぐらいやってきたかな、このタレで。最初はポン手羽先ポン酢から始まり、そこにめんつゆとかいろいろ足して手羽中なんかも煮込み、この前は鶏肉豆腐にして、そして今回も鶏肉豆腐、もうこれで2週間以上煮込まれたタレは残すことあと1回分というか、まあその1回のタレは何回で使おうかなと思ってる分だけあえて残してる感じなんですけども、まあこの飯にこういうのに使うのは、煮込むのはこれで終わり、浅漬けもこれで終わり、結構やりきりました。というわけでこれで晩酌をしたいと思います。うっしゃ、今日もいただきますか。今日もいただきましょう。よっしゃー、レモンサワーからいくかな。パッ、はいどうも、パテモス協会でございます。よいしょ。というわけで今日もお酒をいただきたい。ほんとちょっとゲームサボってるな。ゲームをやりたいんやけどね、あのボンゴーストレイドッグスがねなかなか面白いんですよ。第2期まで見終わりまして、今第3期入りまして、ちょっとそれ見るまでは見る、それをちょっと見終わりたいんだよな。面白い。ちょっとまたコミック欲しいなんで、やべえな俺さ。今回さ、この1ヶ月ぐらいでコミックをさ、呪術廻戦全巻とりあえずまで全巻買って、ほんでこの間、週末のワルキューレ買って、まだ読んでないもんな。てか読んでない本多すぎてさ、買ったけど読まないって結構あるからさ、ちょっと読みたいな思って、まあ、そういうのもしてたらなかなかゲームができないなんて言っております。というわけで乾杯。さあいただきますか。ほんとね、よく煮込んだ、まあ、毎日火さえ通してれば大丈夫っていうね、俺の感覚があるんで、皆様はこんなに煮込み切ったりだしとかね、衛生面気にされる方はねやらない方がいいと思うんですけど、私はもう出汁取ってるつもりでやってますんで、今が最高潮にうまいと思ってるんでね。味重ね、出汁重ね、これだけどね、冷めたらねろうそくみたいに固まってるんですよ。もうこの鶏から出た油とコラーゲンでね、いただきます。うまい。ああ、焼き豆腐うめえな。今日は名古屋市長がメダルかじって叩かれてましたね。あれ気づかんのかよ、あれぐらいやったらまずいって。そもそもは子供では人のもんかじっちゃダメでしょ。人のもんかじる時点でおかしいやろ、普通に考えてさ。じゃあ例えばさ、あなたの携帯をさ、品尾さんがさ、ちょっと貸してっつって貸したらさ、かじられて嫌でしょ。その次元のレベルやと思うんですよ。それがまた値打ちのある前だとなおさらでしょ。あれやっていいのはね、今日あのツイッターつぶやいて、高田純次だけですよ、笑いでいいのに。指輪くわえてましたけどね。まき、それ芸人とかっていうかさ、お笑いの人やからまだ笑いとしていけどさ、ガチの人がやったらあかんでしょ。市民代表みたいなのがね、バカなんでしょうね、ああいうところやっぱね。バカなんでしょう、軽率なんですよ、こういうあの行動が。まあ、だからそんな人でも市長になれるっていうことですよ、単純に。まあ人は間違いを犯さないかって、犯す生き物やと思いますけども、やることが先に相談しとけよ。みんなイエスマンばっかりすぎたから、やっぱその辺はね。メダルかじろうと思うって最初に言ったの、多分あそこのあのノリでやったんかな、そのままノリでやっちゃったんかな、どうやん、なんか謝り言ってたもん。なんかさ、本人は車の中で待ってたみたいな感じだったしさ、子供かよ。まあそういうもんですな。大人やからって
まあ、俺も含めてやけどさ、大人やからあのちゃんとしろ思ったら大間違いだね。本当にろくでもない大人いっぱいいますから。まあ俺も含めてな。まあそんな感じなんですけども、いや今日ねやっと毛布洗いました。毛布着てたわけではないんやけど、毛布ちょっとさ、モフモフしたいやん、足乗せるとか。毛布の肌触りも結構好きでさ、で今回置いてるガチ毛布を今まで置いてたんですよ。であとね、地域によって違うかもしれんけど、うちはね夜ね、まだ今年1回もエアコンつけてないんですよ、こんだけ猛暑で。まあ、近所のおばちゃんのも言ってたよ、まあ、夜がねまだ寝やすいしいいよねって言ってるぐらい、この辺別に夜は暑くないです言うほどね。寝る間際まで暑い時あるよ。ただうちはもう窓を網戸で開けて換気扇カンカン回して、あの外の風が入るようにしてるけど、夜涼しいのよ。ほんで朝から暖かい、割にね肌寒いぐらいの時あるの今でも。だからね、寝られない、やっと苦しくて寝られない今年はないのよね。涼しい地域じゃないよ別に、暑苦しい時はエアコン使う時もあるんだけど、今年は一回も夜使ってないね、まだ。だけどでも昨日は寝室入った瞬間結構ムワッとした。ムワッてしたね、ほんまに。でもでそのゴロゴロしてるうちに涼しくなったから、やっぱその時間帯によるかもしれない。時間帯がある程度夜中に近づいてくると涼しくなるとか、夜はまだ過ごしやすいかなってね私はね思ってるんですよ。昼間が暑い分には耐えられっからね、でも夜暑いのちょっと無理やわ、エアコン。でもエアコンここはつけてるよ、今つけてるけど、まだ暑いからね、余熱が、昼間の余熱が続いとるからちょっと暑いけど、夜は大丈夫かな、エアコンつけなくても全然大丈夫今のところ。でそもそも俺エアコンも暖房も嫌いなんで、っていうかこのクーラーのやつが嫌いなんですよ。まあこれつけとるけど、でこれのエアコンも多分20年ものぐらいですよ。もう切り紙でヴィンテージの切り紙なんですけど、まあ使えとるんですけど、あのねこれ今28度なで、エアコンそこにあるのよ。でいつも向こう側もつけてるんですよ、2つつけて。昼間はねつけてんねんけど、夜になると別に俺もあっちがパソコン作業することもないからつけてへんし、こっちだけでいいんやけど、風がまあ直で来んやけど、これがねほんとね微妙で、エアコンちょうどってないでしょ。あんのかな最近のこう数年もののあのエアコンでは分からんけど、28度やと寒いんですよ、27度やと暑いの、29度やと暑いの、これ1度の差、29度すげえ暑いのよ。28.5 度ぐらいやってくれたらいいけど、それないんですよ。20年もののヴィンテージやからかもしれんけどさ、28度いつも寒いのよね、ここにいると。でこれと一緒のやつが向こうについてる、向こうのやつは28度は別にそんな涼しくないんですよ。なんなんやこれ、28度じゃないんかな、摂氏と華氏の違いとかあんのかな。全然分からんけど、華氏ではないと思うけど、摂氏やな。なんなんこの車のエアコンでも思うんだよ、なんかもうちょうどよくしてくれ、なんてこんなキンキンか生ぬるいかみたいな。だからあんまりエアコン好きじゃないんですよ、もう常にせわしないから、温度の調整が。手動やもん、ほぼ手動よ、温度それにしてる割には手動やからさ、まあ、で最近ほんま違うんか分からんわ、俺最近エアコン買ってへんし分からへんけど、そもそも俺車もこんな最新の車とかええ車乗ったことないからさ、最近の車ええんかもしれんよ。でも今まで俺が乗ってきた車は一回もそういうことはなかった、ちょうどええ時はなかった。あとさ、これ車のエアコンで俺の使い方がおかしいだけかもしれんけど、
まあ、知らんね、今の車でどうなるとか知らんけど、俺のやつは大体このこっちが赤、こっちが青になってて、エアコンとこの暖房これで切り替えるのが、まあ、これ多分俺の車は古いだけだから分からんけど、これで切り替えるんですよ。今まで乗ってきたやつも大体だ、なんかボタンとか違ってさ、大体これでやるか、これでやるんですよ。今の車どうなのか知らんよ、これ分からない、これ乗ったことないから分からないけど、これさ、こっちだん、こっちヒア、俺これマックスしか使わへんけど、これ途中使う人いんの？真ん中とかむしろだからこれ真ん中って普通に考えたらさ、自動販売機でいうホットとコールドがあって、じゃあその真ん中で常温やん。いやそんなんいらんやん。だってクーラーもどっちか熱いか寒いかつけてて、いやちょうど適温やし適温にしてつけとこうってないっしょ。あれ意味あんの？あれなんかちょっとあったかいとかちょっと冷たいとかって、これ切り替える？俺だからそれよりやったらこの 1,2,3 ってなってる。俺のやつはこう横にやって 1,2,3 こういう風にスライドのやつなんやけど、だいたい1か2で調節してんやけど、1か2でも寒いから、やっぱこれ回さなあかんのかな。あれ回したらちょうどよくなるの？なんかぬるい風が出るだけな感じして嫌ねんけど、俺ぬるい風が一番嫌ねん。俺あの換気扇から出てる風みたいなやつ、うん、どうね、使います？皆さん青と赤のこの途中使うんかな。あれ使ったらちょうどいいですよとか言うんかな。どうねんな、ちょうどよくならねえんだよな、エアコン。だけどね、ホテルとか泊まってても嫌なんのも、もうなんなん、もう適温にしてくれよみたいな。もうほんまサイコミューシステムを入れてほしいな、あれにね。俺のノウハウを感じ取ってくれ。本当にもう、ね、暖房は特にほんでまだ嫌ね、カラカラなんですよ。だから俺は暖房この部屋つけないんですよ。エアコンではストーブとかつけんね、お湯沸かしたりして。暖房いいな、俺クーラーだけ欲しいんで。次のさ家建てるときにさ、もうクーラーだけってないんか思ったらさ、クーラーだけで買おうが、クーラー暖房ついては大して金額変わらへんし、クーラーだけ探す方が大変っていうね、ここに気づき。ただ俺はあの暖房のこのエアコンが嫌やから、ペレットストーブ入れようと思ってんやけど、火のやつね、火でやるストーブの方が好きなんで、それ入れようと思ってるから暖房は必要ないんやけど、やっぱ冷暖房の暖房はついてなあかんのかな。なんかね、ほんとクーラーだけで安いで売ってほしいな、半額ぐらいで。あとそもそも俺そんなに暖房いらなくても大丈夫です。ストーブつけてるときで調理したいときしたらストーブつけないですよ。何も寒くて暖房をつけるときって俺あんまないですよ。寒かったら服着るタイプやから、家でも毛布とかそっちの方が好きなんで、うん、あのストーブつけてるときは何かしら調理するなり、お湯沸かすときしかやらないから、まあストーブすらもあんましいらないけど、うん、厳密に言うと。いやもうほんとね、なんかもうちょっとちゃんとした、まあ、最近の買った人とか俺知らんから、最近買った人で、最近のエアコン事情分からへんからさ、最近のエアコンはどうですか？温度ちょうどいいですか？どうなんやろな、うん、よかったら聞かせてください。まあ、それで本日も文豪ストレイドッグスを見たいと思いますので、ゲームをせずに晩酌ちまちましながら、昨日は何か知らんけど11時前に寝てました、寝落ちしました、うん、ある意味健康かもしれない、そんな早く寝てたらいつも1時か2時じゃない、うん、まあでも今日もそうなる可能性はあるかもしれませんけども、もうこの後アニメ見たいと思います。それでパチモス協会でございました。皆様も良い晩酌を。